けで終わって、あなたそれってわがままだってディス。新しいドアに私でもごはい、私の早口を聞いてみるかい。ウープランの通りじゃない、地味だから楽しんだもの勝ちかな。わなび何者かになりたいのに、でしゃばりたくもない。そんな顔して何を考えとるの。君が大事にしてたタンテルはもう動かないのさ。もう行こう、ありがとうございます。今日はね、私が最後なんですけど、最後まで楽しんでいってください。それでは次の曲聴いてください。サマミーインターミの休憩、雲が通る。
甘い カクテルを
はい、ちょっとね、ここでね、私の最近のお話をしたいと思います。最近ですね、私この手に持ってるお水なんですけど、この水のフィジーウォーターっていうお水なんですけど、このフィジーウォーターの公式のアンバサダーに選ばれて、この健康的なお水を毎日飲んでるんですよ。ね、このお水にはね、いろいろ思い出がありまして、高校生の時のなんかグループの時のお水でもあるし、私が高校生の時になんかこの水1個すごい500ml 入ってるんですけど250円とかするんですよ。で、高校生の時ってやっぱ250円って自分たちにしては結構大量のお金だったんですよ。そのペットボトルを買って毎日水入れ替えて、フィジーウォーターとか言って、なんか映えとか言って写真撮ってた思い出がたくさんあります。そんなね、フィジーウォーターとここから3ヶ月間ね、お家にね、こんなでっかい段ボールで届いて、えーってなってすごい嬉しいんです。語彙力がマジでない。なんか公式アンバサダーとか言ってるのに語彙力がなさすぎるんで、インスタグラムにおしゃれな写真たくさん載せてるので、皆さんよかったらインスタグラム見てください。はい。それとですね、今日この後からオンライン通販で私のオフショットチェキが発売されることになりました。こちらなんですけど、2枚で1000円ですよね。2枚で1000円入ってて、なんかテーマとしてはライブハウスのチェキとは全然違う感じにしようと思ってて、例えば私がその結構ね、公園とか行ったりするんですけど、植物とミヤとかローラースケートとミヤとか、なんかそういう感じの私の私生活をイメージした感じのチェキになると思うので、よかったら皆さんゲットしてください。あと何かあったかな、何かあったかな。あ、最近私アクロバットに挑戦してて、トランポリン行ってるんですけど、なんか前宙とかできるようになったんですよ。次はバク転ができるようになろうかなと思ってます。何の報告。そんな感じでね、にぎやかに健康的に元気よく過ごしております。はい、7月からはライブも徐々にしていくので、皆さんこれからのミヤノシメントとよろしくお願いします。はい、では次の曲でね、最後の曲になるんですけど、次の曲はね、シェイクという曲で今日は締めたいと思います。本当にありがとうございました。それでは最後の曲聴いてください。シェイク。
チャオ。チャオチャオ。